武田塾中森の参考書だけで合格点を取る方法。はい、それでは今回は山口大学の生物の勉強について話していきたいと思います。生物ですが、時間90分で大問が5題出題されており、回答の多くが用語などの記述や論述主体の入試問題となっています。で、実験考察問題も出題されておりますので、一部問題に関しては難易度が結構高めでなっていますので、このあたりに関しては共同授業や医学部医学科を受ける場合などであれば、結構やっておかなければいけないかなという程度の難易度になっています。で、対策としてはやはり記述論述、関連の勉強が優先にはなりますので、国立向けの国公立標準問題集キャンパスなど、センター以降ですね、1冊仕上げて論述の練習をしておきましょう。で、実験考察、出てくる、形になりますので、問題文の読み取りして、自分で考えて解くというその、場で与えられた情報を読み取る練習をしっかりやっておくように心がけてください。で、大問が5つ、出ますので、やはり範囲は幅広く出ます。苦手な範囲など、分野がないようにですね、しっかり全範囲を網羅してやっておく、ことを心がけておきましょう。以上が生物の勉強となります。